こんにちは、アニです。この動画はムービーモンスターシリーズ、シン・ウルトラマン即日レビューの補足動画になります。というか、もう補足だけじゃないな。訂正もあったりとかで、ほんと作り直したい。でももう作り直すのは難しいので、ここでね、ちょっと追加補足訂正やらせてください。で、なんで気がついたかっていうとですね、レビュー動画の方に、コメントいただいて、チンガクさんありがとうございます。顔のマスク部分も別パーツなんですよというね、ことを教えていただいて、で顔どこと思ってさっき見直したんですよね。でよく見るとここでパーツが分かれてるっぽいんだよね。でちょっとね銀色剥げてるわけじゃないんだけど、この境目あたりのところでなんかね白っぽいというか半透明っぽいこう色味のものがちらっと見えていて、多分ここで赤の成型色ではないパーツになってるんじゃないかなみたいな。で接着している。でこれをねその確証がないから内側から見てやろうと思ってこう見たんですよ、分解して。そしたらね手の部分がね、これがインジェクションパーツっぽいんですよね。そのインジェクションパーツって中身が詰まった空洞じゃない、いわゆるソフビと言っていいのかどうかわからないパーツなんですけども、まあ、それで出来上がっていて、であれってなって、さらにこっからこう見てみるとちょっと見えないんですけど、ここの部分のつなぎ目にこの同じような感じなねジョイントが見えるんですよね。で、しかも確かにこう持ってみると結構硬いと、この辺との柔らかさとは違うんで、このね膝から下もインジェクションパーツでできてるなという感じで、まあ、いわゆるハイブリッド的な作りだったんですね。それを気がつかずになんでここのね膝でパーツ分けたのかとか、パーツねこれ肩から抜くのがこうカキンとなってるからとかってね、なんか偉そうに語って恥ずかしい、偉そうに言ってたんですけども、肩から抜くとかそういうねいわゆる即日的な方のあれではないんですね。だからまあそういうところで、だからこれカチッと立つんだね、この人ピシッとした重いから。なるほどね、まあ、そういうわけでそもそもパーツのそのね構成っていうのが、まあ、いわゆるソフビスタンダードのソフビでこう全てができてるっていうわけではないっていう。顔もこれインジェクションなのかな、なんか硬いっちゃ硬い気がするんだよな、わかんないけど。だからここももしかしたらインジェクションでこうカキッとした感じを出してるのかもしれないんですけども、ちょっとここはね見えないんだよね。ドライヤーで温めてこう曲げてみたりとかしてみたんだけど、ちょっとくっちょ見えなくて、まあここも分解してみりゃわかるんだけど、ちょっとそこまでしたくはないんで、まあでもねここやっぱパーツ分かれてますよね。パーツ分割の構成も何個 ?1234567 7パーツかな、7パーツっていうことで、うん、いろいろ、レビュー動画の方ではね誤ったことを言っていてすいませんでした。もうちょっとねもっとよく見てレビューしなきゃダメだね、ほんと恥ずかしい、うん、まあとにかくすげえってことです。はい、それじゃあまた次の動画で、ごめんなさい、バイバイ。